それでは冒頭選挙のことをご報告させていただきます。地方選挙でこの週末に、投開票がありましたのが茨城県の取手市議会議員選挙が、1人現職石めぐみさんが、現職で、当選、そしてもう1人現職で推薦候補入江陽一さんが当選、入江陽一さんだったら当選という形で2名の議席をお預かりすることになりました。24定数のところを4番と8番ということで、また引き続き頑張っていきたいと思います。それから埼玉県の吉川市の市議会議員選挙がございまして、こちら新人の男性で野村拓郎さん、こちら20人定数のところ18位という形で1人議席をお預かりすることになりました。トータル合わせまして首長地方議員で805名という形で、推移をしております。まあ、引き続き地方選挙続いていきますんで、しっかり頑張っていきたいというふうに考えております。毎日新聞の阿部です。選挙制度についてお伺いしたいんですけれども、今政治と金が問題になっていて、各党から政治改革のお話でお金の集め方であったりとか、その使っている時の公開についてそれぞれ案が示されていると思うんですけれども、これだけその自民党の派閥でのお金を差配することによって権力を、使っていくというようなことがはびこっていたといいますか、の原因の一つとして選挙にお金がかかるというような視点も指摘がされています。選対本部長も務める藤田さんの立場から、その選挙制度、今年は選挙制度協議会が昨年末まで開かれまして、衆議院のもとに選挙制度を改革する機関が立ち上げられるという方向性ですけれども、そういった場所も使いつつ、どういった見直しがこの機にされていくべきか、問題意識を教えてください。これ提言にも盛り込んでますし、これまでマニフェストにも書かせていただいてますが、やっぱり前時代的な仕組み、選挙って本当にアナログで前時代的なことが多いし、私も全くそういう政治に関わらず生きてきて、で選挙に初めて出た時にやっぱり面食らうこともあったし、非常に苦しんだことも多くありました。でそういうものを時代に合わせてね、できる限り参入障壁を下げる、で非合理なことはなくしていく、でまたそれはすなわち公費負担についても考えていく、まあ、増やすべきところは増やしていくとか、まあ、そういうことについては一方で絶対にやるべきだというふうに思います。ただし現実と理想っていうのはあって、それができるまでに我々はチャレンジャーでありますから、どうしても例えば相手に勝とうと思えばひっくり返さないといけないわけですね。でそうすると人がたくさんいる方がもちろんいいし、お金をかけてチラシをたくさん配布する方がいいっていうのは、これは現実として横たわってるんですよね。でその中で吉村さんや横山さんも最近昨日か一昨日も発言されてますが、まあ、そういう創意工夫とかイノベーションを、まあ、我々も起こしていかないといけないよねっていう問題意識はあって、できる限り多くの有権者にご支持をいただきつつも、できるだけお金がかからない手法とか、より効率のいい手法っていうのはイノベーションを党内でも、まあ、起こしていきたいねという、まあ、そういう考え方であります。だから質問に答えるんであれば、そういう選挙制度の改革、細かい公職選挙法の改正なんかはこれを機にね、やっぱり私は進めるべきだと思うので、政治と金の話だけに歪小化する、または派閥の話だけに歪小化するんじゃなくて、選挙制度や国会改革というところまで進めて議論をやっぱりうねり起こしていかないといけないという問題意識があるからこそ、今回政治改革大綱維新版ではですね、そこまで射程を広げて詳細な提案をさせていただいていると、まあ、そういう考え方です。